小牧駅は愛知県小牧市中央一丁目にある名古屋鉄道小牧線の駅。駅番号はケム6。本校ではかつて存在した東海大新交通東海大線の小牧駅及び小牧駅バスターミナルについても述べる。なお、名古屋飛行場へは当駅ではなく名鉄犬山線の西春駅が最寄り駅である。新旧小牧駅と岩倉市線新旧線の 一関係地上駅時代の小牧駅貴族、国土交通省、国土画像情報配布元、国土地理院地図、空中写真閲覧サービス短式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線を有する地下駅である。犬山方に引き上げ線がある。当駅を境に、犬山方面は単線、平安通り方面は複線となっている。なお、始発終電の場合は、 犬山方面の列車は平安通り方面のホームに停車することがある。自動券売機は2台あり、1台はマナコ対応、もう1台はトランパスに対応する。自動改札機は東芝製が設置されている。複数枚対応機だが2枚以上の乗車券類を投入すると枚数超過となり通過できない。改札口前には軽食や飲料などを販売している店舗があるほか。 展示スペースや市の広報資料などが置かれた市民情報センターがある。また、市営地下駐車場との連絡通路がある。駅ビルにはホテルの他にトレーニングジムや立体駐車場などがある。1階部分は小牧市の施設のほか複数の店舗がある。小牧駅の年間乗車人員の推移。小牧線の駅では犬山駅の次に利用客が多いが、小牧線から 名古屋駅には直通の運行がない関係で、常時名古屋駅への直通列車の運行されている、周辺都市の JR 中央本線カ須駅、勝川駅や、名鉄犬山線岩倉駅、西春駅などと比べると利用者数は少なくなっている。メロディーパーク1991年3月25日の、東海大新交通東海大線開業に合わせて、開業。 2006年10月1日の動線廃止とともに廃止された名古屋鉄道の駅構内に隣接プラットホーム2面3線を持つ高架駅。うち通常使用する1面2線のホームはホームドアによって完全に密閉されていた。また増発を見込んで校舎専用のホームを1面1線有していた。このホームはホームドアや上やなく転落防止用の柵があるだけだった。ただ、 開業時利用された後は列車の入線もなく廃止時までシャッターが降りて入れないようになっていた。券売機は2台でうち1台はトランパス対応だった。中2階にトイレと利用者が無料で借りたりもらったりできる本を集めたピーチラウンジと呼ばれた施設があった。廃止後はシャッターが閉められ一切入れないようになっている。小牧市は小牧駅の再開発事業を計画し、 東海大新交通の廃駅は2020年中に撤去される。小牧駅東口に隣接してバスターミナルがある。現在青い交通と名鉄バス、小牧巡回バスが発着している。小牧巡回バス11番西部、右回りコース12番西部、左回りコース13番南部北里右回りコース14番、南部北里左回りコース15番パークアリーナ。 小牧市役所コース16番、小牧味岡西コース17番、小牧味岡中コース18番北部、東部右回りコース19番北部、東部左回りコース市は、小牧駅前周辺の再開発事業において、バスターミナルを現在タクシー乗り場として利用されている、小牧駅西側へと移転する案を検討している。その際現在の場所は、バス車両の待機場や企業向けのバスの、 乗降上としての利用が検討されている。停留署名は、ピーチバスが、小牧駅前、名鉄バス、巡回バスご言が、小牧駅である。特記内ものは、名鉄バスが運行。運行担当は、岩倉線のみ、市宮営業所で、他は、春日井営業所である、名古屋鉄道県小牧線小牧口駅小牧駅、小牧原駅小牧線から1964年4月25日。 廃止小牧駅西小牧駅東下大、新交通東下大線小牧駅小牧現役、新小牧駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。